サスケ、お前の目は見抜けていたのか。一族殺しの汚名を着てまで守らなければならなかった、その思い。俺の修行を見てくれる約束だったの？ちょっと用事があったら。許せ、サスケ。また今度だ。父さんは兄さんのことばかりだ。俺が疎ましいか。別にさ、忍びってのは人に憎まれ生きていくのが道理ってもんだからな。ただお前と俺は唯一無二の兄弟だ。お前の越えるべき壁として俺はお前と共にあり続けるさ。たとえ憎まれようともな。それが兄貴ってもんだ。最後の最後まで、その命が燃え尽きる最後の瞬間まで、イタチはお前のことを。それでもイタチは笑って死んでいった。これがイタチの真実。お前の兄の。